どうもこんにちは、ゆうげんでございます。今回もよろしくお願いいたします。ということでございまして、前回前々回と、またご視聴、コメントたくさんいただきましてありがとうございますでですね、本当に有益なアドバイスをたくさんいただきまして、まあ、特にね、コンサートまでどんな感じで、まあ、上げていくのが良いかっていうね、指針みたいなものをね、コメントでもいただきましてね、参考にさせていただきたいと思います。で、いただいたコメントを総合しますと、平日はアンサンブルをむしろね、メインにした方がいいのかもしれませんね。で、土曜日に一人練習、日曜日に二人練習をしていければいいんじゃないかなということですね。まあ考えてみればね、まあ私は全く逆のやり方で、やってたので、いや、自分の習熟度とかのレベルがある程度良くなってから、アンサンブルやろうと思ったんですけれど、確かにその順番だとブラボーポイントがどうしても溜まりにくくなるし、加えて、ね、前みたいに、ギリギリになって対立イベントなんかが起きたりすると、まあ、一気にね、その後の直前のプランが崩れたりしますから、ちょっと下手くそでもアンサンブルを最初にやった方がいいのかなっていう感じですかね。まあその辺のところもね、習熟度が高くないうちにアンサンブルをやるとどうなるかっていうのも、まあ実際やってみて試してみたいと思います。まあこの辺がね、初見プレイの醍醐味というか、このひりつきがまたね、いいんですよね。どうやっていけばいいだろうって。で、自分で、ああ、そういうことなのかってやってみてわかるというのがまた面白いんですけれどもね。あと、曲調ボーナスっていうのも、新たにね、出てきまして、課題曲が3曲なので、3曲同じ内容の曲目か、内容というか、3つの種類のね。で、あるいはバラバラで評価が高かったり、あるいは、はるか、アンジェ、コルダ、今回もね、曲が用意されているようなんですが、まあ、それを全部演奏したりするといいらしいですね。ということはもう、とりあえずというか、このハルカアンジコルダ、せっかくね、私もネオロマーゲーム全部ねプレイしようと頑張ってますのでね、選んでみたいものですね。さて、そういうことでちょっとね、始める前久々の、収録なので喋りすぎてしまいましたが、まあそんな感じで、基本的にはね、まだちょっと手探りの段階ですけれども、まあいろいろ試してみようかなと思います。さて、では最初のね、挨拶回りから始まるわけですけれども、カジ君が光ってますね。じゃあ行動行ってみましょう。行動に4人って珍しいな。どこにいる？一番真ん中か光って光って。お、これからアンサンブルの練習？それも悪くないね。悪いけど、僕ちょっとパスしたいんだ。じゃあ。どうして？ついていきますか？はい、いいえ。あ、強制的についていく。いや、いいとこであった。今、学校案内のための写真撮ってるんだけど、練習室を撮るならどんな感じがおすすめ？どんな感じ？一緒に来てくれる？そいつは助かるよ。じゃ、行こう。カジ君のことはいいのかな？いたりしてね、一人で練習してたりしてたりしてね、なんか自信がないのかもしれない。あれ、今のひょっとしてカジ君？あ、ごめん。ここで君たちと会うのちょっと予想外だったから。どうしたの？練習室に何か用事？練習室の写真撮りに来たんだよ。カジ君、ここで練習してたんだね。まあ一人で練習しようと思って。いや、今でも一通り通して弾けるんだけど、まだちょっと他の人と合わせて弾いていいレベルじゃなかったからなるほどね。でもまだこの時点でユイコの方がレベルが低いですから。みんなと一緒に練習すればその方が効果的なんじゃないの？ね。そうだね。周りと比べてレベルが低すぎるのに合わせるなんてできないよ。え？どういうこと？カジ君の演奏って他のみんなと同じぐらい上手に聞こえるけど。
普通の人だったら違いに気づかないかもしれないね。だけど僕の演奏とコンクール参加者の演奏には決定的な違いがあるのさ。どんな違いですかね。僕もその違いに気づく程度の耳はあるんだよ。ああ、もうやだな。そんなマジ話じゃないんだから気にしないでよ。いや、マジ話なんじゃないですかこれは。それより練習室の写真を撮るんでしょ。遠慮せずに。さあどうぞ。おかげでいい写真が撮れたよ。ありがとう。どういたしまして。じゃあね、アモンさん。どうしますか。どうしますかと聞きましたが、そんな残ってカジ君と話をするに決まってるじゃんね。明らかに悩んでるんだから。まあ、ここは音楽の先輩として。先輩じゃない。どうかした。音楽を始めた期間自体はゆい子の方が早い、遅いんだよね。え、僕が無理して元気にしてるみたいに見える？本当に元気だって。いやいや、そうか、気づいたんだ。そうですね、わりかしこれ見よがしでしたからね、その悩んでるオーラが。僕はね、自分に音楽的な才能がないってことはとっくに自覚してるんだ。だけどアンサンブルをやるために人手が必要そうだったから。どうしたんでしょう、突然自信をなくしてますね。あれだけぐいぐいね迫れるのに、音楽のことはちょっと今自信を失ってるのかな。頭数合わせになるならと引き受けたんだけど、やってみるとやっぱり厳しいね。ああ、こんな鬱陶しい話僕苦手。どうせ君と話すならもっと楽しい話をしたいな。ま、気の持ち方次第だよね、こういうことってさ。うん、ということでした。うん、なるほど。この悩みも後半に行くにつれてね、どうにかしていく感じなんですかね。さて、それではまた恒例のね挨拶回りしていきたいと思います。あれ、イベントだ。やあやあ、冬美ちゃん、ウインナーワルツの腕上がってる？ウインナーワルツですよ、食べ物ではないですね。ウィンナーワルツですか？え、もしかしてこのポスター見てない？生徒会主催ウィンナーワルツ講習会受講者募集中って。清掃学院の高野祭ではね、毎年ウィンナーワルツを踊ることになってるんだ。へえ。だからこの時期1年生のためにワルツ講習会が開かれるのさ。冬美ちゃんも申し込みはお早めにね。でも私ワルツなんて、ま、そういう私も取材があるから踊れないんだけどね。カタリナちゃん、あんたは踊るんでしょね。どんなドレス着て言うて。まだ白ドレスしか持ってないんですけど、相手の好みのドレスちゃんとチェックしておかなきゃダメだよ。あ、これがこれイベントですよね、きっと。次のコンサートの後はこれがあるってことだ。そうだ、この間取材でみんなの好きな色調べたんだ。踊りたい相手がいるんならその人の好きな色教えてあげようか。教えてくれ。親密度こんな感じです。あ、一人しか聞けないのかな。土浦君の好きな人か。人じゃない、色か。どれ。土浦君の好きな色は草原の草の色だってさ。なるほどね、徹底して緑。草原の草色、少しは参考になったかな。じゃあまたね。なんか似た緑の色と間違えないようにしなきゃね。草原色。うん、でも男ってそんなに色にこだわるかな。お、そうか、お前たちは文化祭の最後に演奏するのだな。
本当にありがたいことなのだ。我が輩も何か協力できればいいが、ただで持ってるもの全部くれって。よし、お前たちに少しだが音楽の祝福を与えよう。なんだ、ここでバイオリンを弾いてくれるかよ。いいよ。あ、何、剣が切れた。こんな時に。そんなはずはないのだ。おかしいのだ。ちょっと、いくら我が輩の魔力の魔法の力が弱まっているとはいえ、この確認は約束の力によって守られている。ファータが見守っているのにバイオリンの弦が切れるなんてあるはずがないのだ。我が輩、今の今まで魔法の力が弱まった原因は力の使いすぎだと思っていた。ん、ちっちゃい。つまりその魔法のバイオリンを作ったためかと。まさか他にまだ何かあるのか。学院移転問題の話かな。あ、で、何事もなかったかのように。ほら、来た、これさ。あ、左下にヒントがある。これ、緑と見せかけて、これ、土浦くんの好きな色じゃないでしょ、きっと。果樹くんあたりでしょ。私のお父さん。あ、これ、あ、よしよし、全部あった。これ目標にしましょう。ね。目標にしましょう。先に買っとこう。私のお父さんって何？へえ、オペラか。あ、プッチーニね。どうしようかな。カズイ君のレベルを上げるために一個買っとこうか。ねえ、これ買っとこうか。私のお父さん。で、残りのブラボーポイントは貯めとこうかな。どうしようかな。ちょっと土浦くんに、もうアタックをしてみようかな。これ土浦くんだっけ？緑。緑。お父さんじゃないよ。お札を挟んでおくクリップ。これ土浦くん好きなの？買っとこう。よし、ちょっと今回はね、アイテム、まあ、楽譜優先で。じゃあさ、早速、アンサンブルを作成してみましょう。これでね。あ、でも、まだレベルが足りないから、組めないのかな？あ、やっぱ組めないか。レベル、上げなきゃね。うん。どうしようかな。でも、そうすると、ね、アンサンブルの練習メインよりも今は、この、技術レベルを上げた方が、いいんじゃないかっていう話にもなりそうなんですけれども。まあ、ちょっと何とも言えないところですけど。あと、アンサンブル練習するって、別に知らない曲でもアンサンブルした方がいいってことですかね。それとも知ってる曲を、あ、そうか。どうせ弾かないんだ、弾かないのであれば、他の知ってる曲をアンサンブル して、ブラボーポイント貯めまくって、その状態でアイテムをいっぱい買って、やった方がいいのかな。練習を。ちょっと難しいの、その辺とか。あ、でも、そうか、レベルに達したうちはそっちの方がいいですよね。だって、目標のアンサンブルのやつを演奏できない上に、その、今からゼロから始めるアンサンブルについては、ゼロから始めるアンサンブルについては、これは演奏する予定がないんだったら、ね、だってこれ完成度しか上がんないでしょ。だったら、こっちの方がいいんじゃないのって話になるよね。そうなんじゃないかな。違うかな。BP ためのためにはこっちの方がいい気がする。ちょっと待って。歩きにくいのがたまに傷だ。もっと全体を見渡して。あそこ集中してる。で、完成度が高いから、あれだね、音楽家の人に聞いてもらった方がいいんだよね。もらえるブラボーポイントが高いから。ここ例えばこことか。こことか。ね。どう？ダメか。どうしよう。6とはいかないね。仕方ない。近づいてくるのを前提に行こう。何これ？あ、これいいね。こういうことなのか？アンサンブル練習ってこういうことなのかな？平日の
今は少なくともブラボーポイントが稼げるアンサンブルを先にやるべきな気がするんですよね。だからとにかく今はレベル9になることが最優先なんじゃないかな。で、一刻も早く、あ、すごい、これ一刻も早くアンサンブル組んで。最近また生意気になってきたんじゃないか。俺が気づかないなんて思うのよ。生意気になった、ま、お前のおかげで有意義な時間を過ごせたぜ。では、切れたバイオリン大丈夫？切れたバイオリンもんだ。あ、やっぱ生徒が音楽家の方がいいね。音楽家の生徒が多いのがいいわ。あ、で、ブラボーポイントたまりアイテムをさ、買いましょうな。で、今日はもうブラボーの日にしよう。で、これをさ、買って、今の、あ、この技術経験のやつを売ってたら買い占めて。ん？お？ハンディメガ、やったー、ありがとう。森の広場は人は多いけど音楽家の生徒が少ないんだっけ。そしたらやっぱり音楽室か練習室、行動か、音楽室か行動ってことになる。これ、こういうことなのかな、つまり。練習、アンサンブル練習を平日にするっていうのは。ね、少なくとも、だ今日のところはブラボーポイントをがっつり貯めて、ちょっと私なりにやらせてもらいますけど、やっぱり、まずは平日は、技術レベルを上げることを優先しなきゃいけないかもしれないです。あ、ここよし。まあ、確かにこんなところで演奏する人いないもんね。椅子が邪魔だな。ダメだ、ここ邪魔。どこがいいかな。あ、ダメだ。ここ、じゃ都合がよろしくないな。せっかくあれなのにね。じゃあ、エントランスで稼ぐか。人数で稼ごう。まあ、ついでに動員数も上げちゃえ。よし、8人欲しいね。でも6人が限界か。さあ、ここはハンディメガなんですか。なんで安い方くれたんだろうね。応援してくれよ、もっと。よし、いっぱい集まった。サンキュー。よしよし。惜しげもなくいくか。集中しよう、やるときは。やるときはやると。で、明日はもう、一人練習で、たっぷりやろうぜっていう感じで。でもやっぱ、できるだけなぁ。まあ、ちょっと、キラクさん。できるだけな、音楽科の生徒が集中してる方がやっぱり嬉しいな。あんま変わんないな、場所。となると、やっぱりエントランスになるのかな。専門前もバランスいいよね。右側行ってみるか。もう音楽科の生徒はさ、普通科の生徒の倍以上のブラボーポイントもらえるから、だからここでさ、今日さ、語尾さが多いですね。ここでもうやっちゃっていいじゃないですか。いや、それともちょっと私軽く見すぎかな。いや、でも周りの人が来る前提で、スペメガを使って、
あ、プラス2か。オッケー。たまったたまった。そういう、こういうことかな？ブラボー貯めて練習って。よし。携帯って言っても、今はちょっとアンサンブル作成とかそういうあれではないので。ちょっとね、土浦くん狙っていきたいのでね、土浦くん来る時間何時だろう？普通に、普通かな。でも部活のこと考えると、とても早いなのかな。じゃあ行きますかね。あ、練習曲以来予習やっとこうか。あ、はるかやってくれてますね。うん、ありがとう。ケンタッキー我が家。もういいけど、はるかなる時を流れするやってねって言って、ケンタッキーの我が家もいいけど、はるかなる時を流れするやってねって言って、ネオアンはいいね。コルダやってね。クリミス、コルダやってね。ネオンやってね。よし、こういうことでしょ、こういうことでしょ。頑張るぞ。これ、ユゲコも追いつかなきゃレベル。早くレベル9になろう。じゃあ寝ます。おやすみなさい。おはよう。あ、今日朝早いんだよね。寒くなりましたね、ほんと、朝めっきり。というか、リアル時間がもうゲーム時間越しちゃいましたね、とっくに。寒い。さあ、午前のイベントが、地震だ！大丈夫。大丈夫。父親くんだった。って語る部屋か。驚かせてごめん。今ちょっと急いでてさ。次、体育だったのに。実験室の片付け当番になっちまって、早く行かないと休み時間終わっちまう。というわけで、じゃあな、お前は廊下走るなよ。恋愛シミュレーションゲームと恒例のぶつかり稽古がありましたね。よし、月森くんが光ってるので、昼休みは月森くんのところに行こうと思います。どうした？ん？歯磨き？君か。なぜそんなところに立っているんだ。ああ、席がないのか。ならそこに座ればいいだろう。歯磨きじゃなかった。なんか書いてた。何か？右利きなんですね。楽譜にメモをつけているんだ。見ればわかるはずだが。ごめんなさい。はい？機嫌が悪いのか聞く。黙って、どっちがいいんだろう。もう親密に心に入ってみる。機嫌悪いのか聞いてみよう。なぜそんなことを聞く。何か不満が。なぜ君に気を使わなければいけないんだ。失言だったな。あ、その君はワーグナーに興味はあるだろう。ワーグナー来ましたね、ドイツの。はい。今日音楽史の授業で先生が話していたんだが、いや、そんな話は唐突すぎるな。そのすまない。どうした？邪魔だというつもりではなかったんだ。親しき仲にもというし、言葉には意も気をつける。これにも中があるんですね。とにかくすまなかった。ああ、月森くんもちょっと意識し始めてるってことですよね。単に冷たいだけじゃなくて、あ、それは良くなかったって思っちゃってるわけです。ん？カタラヘナさん、偶然だね。そう、次視聴覚室なんだ。僕は気分転換に屋上へ行こうかと思ってね。よく聞こえなかったんだけど、サボりとか言わなかった？時間割の関係で授業が入ってないだけだよ。そうだ、カタルヘナさん、君も行かないかい？一緒に屋上にさ。ごめんなさいね、噛んじゃった。逃げたか、逃げちゃった。ま、楽しみは先に取っておく。何をするつもりだったんだ。
はい、ということですが、音楽室で日原先輩が光っているので行きましょう。日原、お前さんってほんと手のかからない生徒だよ。だけどな。え、何かね。進路相談の面談、さすがに5分は早いだろ。早すぎる。お前の担任、逆に心配して俺に泣きついてきたぞ。え、そう。だって進路なら一応もう決まってるし、付属の大学に行くってだけじゃダメなのかな。俺はこの先もトランペット吹けるってだけでオールオッケー。悩むことなんてないって。ま、気楽なのはいいけどな。少しは考えてみちゃどうだ。大学の先は何するかとか、音楽をやるにもどこでやるかとか。まあ音楽とか美術系芸術系の場合は結構ね、先々のことを考えていかなければいけないのかもしれませんけど、まあ普通はね、まだ高校の時点でこれからどうするかってなかなか考えつけないものですよね。というわけで、お前さんからも一言先輩に言ってやれ。後輩が言うの。こいつ話すことがないと言って進路相談5分で終わったらしくてな。感心する、たしなめる、逆に感心だよね。うん、頼もしい。まあ確かに進路に迷いがないってのは悪いことじゃないがな。ありがとう。でも俺やっぱり本当言うと分かってるんだ。高3も後半だし、大崎先輩見てたらさ、やっぱり考えちゃうよ。ですよね。大崎先輩たった3つ上なのに世界で活躍してるんだよね。俺も大学だけじゃなくて、その先のことどうするかちゃんと考えなきゃダメだって。お、偉いなんか更新された。でもさ、俺本当に今のままでいいやって思っちゃうんだよ。ずっと君やみんなと一緒にトランペット吹いて楽しくやれればいいのにって。そんなの無理なのにね。俺バカだな。方法は一つあるんだぜ、お前さんがいつまでも学校にいられる方法が。なんだ。え、それ本当かねや。ああ、もちろん本当だぞ。まあだが俺が教えたんじゃありがたみがないだろう。自分で考えろや。時を遡る能力を身につけることじゃ、永遠にループで。はい。なるほどね。そうだね、もう進路考えなきゃいけない季節ですね、3年生は。さ、ということで時間もちょうどいい感じなので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。またコメント等をしてくださいますととても嬉しいです。ではではこれで失礼いたします。